皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。今日紹介するおもちゃはこちらです。ことぶき屋より発売のプラモデルスーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションよりラフトクランズアウルンです。はい、皆さん明けましておめでとうございます。2018年、初めての動画投稿になります。今回はですね、久しぶりにことぶき屋から発売されたプラモデルを作っていきたいと思います。今日作るのはこのラフトクランズアウルンというですね、スーパーロボット対戦に登場したロボットのプラモデルです。プレイステーション4のゲームソフトスーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションシリーズに登場した機体なんですけれども、もともとは任天堂のゲームボーイアドバンスの時に発売されたスーパーロボット対戦 J に登場した機体です。その時は敵軍のエースパイロット機というようなですね立ち位置で登場してですね、クリアしてですね、周回クリアを何回かしたらですね、スーパーロボット対戦 J では入手できる機体ということでですねあったんですけれども、僕はちょっと周回クリアがですね、続かなかったので、結局その時は手に入れられなかった機体でした。見た目のようにですね、このようにトゲトゲしいですね、スタイリッシュなヒロイックな機体になっていて、使っている武器というのがこの剣とシールドなんですけれども、それぞれが他の銃とかですね、クロウとかいろいろですね、可変する武器を持った面白い機体になっています。ちょっとですね、僕は普段バンダイのガンプラを作ることが多いので、ことぶき屋のプラモデルはなかなか作る機会はないんですけれども、久しぶりにですねことぶき屋のこのですねラフトクランズが好きだったので、新しく発売されたということで購入してみました。ことぶき屋のプラモは特にスーパーロボット対戦系のものを作ったのは確かですねだいぶ前ですね、スーパーロボット対戦アルファの第3次アルファのグルンガスト3式を作ったかな。その前にはアルトアイゼンとかですね、そういうのも作ってた時期もあったんですけれども、ちょっとですねバンダイのプラモデルにをですね作ることに慣れていたので、その時はですねちょっといろいろ違和感を感じたことがありました。ことぶき屋のプラモデルをちょっとですねディスるわけじゃないんですけれども、僕の印象としてはとてもですねすごくスタイリッシュでかっこよくてですね、エッジの効いた、デザインで、鋭いシャープな造形っていうのがことぶき屋の売りだと思うんですけれども、その反面ですね、関節系ですかね、ジョイントとかが若干僕の中ではその当時ですね作った時はあんまり強度がないようなイメージでした。手持ち武器を持つための手首もですねちょっと、フィット感がなかったりとか、強度がないっていうのがですね今までことぶき屋のですね、まあそんなにたくさんは作ってないんですけれども感じた印象です。その時からはですねだいぶ年数も経っていて、いろいろことぶき屋もですねこういったスーパーロボット対戦シリーズ以外のシリーズのプラモヘキサギアとか今人気ですけれども、そういうところも見ているので、ちょっとですね今回は期待して作っていきたいと思います。中身はこんな感じです。大きな箱に真ん中で仕切られていてランナーが入っていますね。これは巨大化した時に使う武器のですねエフェクトパーツ、クリアパーツですね。それからちょっと濃いグリーンですね、ちょっと黒い近いグリーンとかいろいろですね、イエローとか。ことぶき屋のプラモデルの印象っていうのは結構この細かい色分けがされてるというのが印象だと思います。あとはこっちもグレーやさっき言った黒に近いグリーンっぽいパーツがたくさんあります。あとはことぶき屋で感心するのはこういうですね小さなパーツでもですねちゃんと色分けされてたりとか、こういうところはですねすでに塗装されているパーツもあったりするのはすごいなと思います。説明書はこんな感じです。大きめのサッシですね、中は白黒で入ってて、真ん中に機体説明やパイロットの説明があります。このラフトクランズがですね面白い機体というのはですね、この武器がこのようにシールドがクローンになったり、剣が銃に関連したりとか、そういうところもあるんですけれども、オルゴンエネルギーというのかな、
ちょっとですね、なんていうのかな、クリスタル、結晶っぽいですね、物質がですね、形状変化して、いろいろですね、武器になったりというのが、この機体のですね、このシリーズの面白いところだと思います。最近の、任天堂DS 系のスーパーロボット対戦だったりすると、ちょっとですね、残念になったのが、主人公側の機体が1体しかなくて選べないというところですね。前はアドバンスの頃とかはスーパーロボット側だったりとかリアルロボット系だったりとかいろいろ機体もですね複数の中から選べて、ストーリーを進めていくことができたんですけれども、最近はそういうこともなくて、この、ラフトクランズが最初に出たスーパーロボット対戦 J は3つの、機体から主人公機を選ぶことができました。遠距離、中距離、中距離のですね3タイプの武器をですね、使う機体をそれぞれどれか一つ選んでいくというようなストーリーでしたね。そして主人公側の機体もそのオルゴンのエネルギーを使って、いろんな形状のクリスタルのようなですね物質をですね変化させ、中距離、遠距離、近距離のようなですね武器を使い分けるという面白い設定です。一番後ろは武器の設定が書かれていますね。シールドは組み替えでこのような黒形態に変化させることができます。このオルゴンソードライフル、こちらは一部組み替えのようですね。これもですね銃になったり剣になったり、必殺技の最後にはですねグルンガスト3式のですね斬貫刀、あれ以上のですね大きな巨大な剣になるのがまたそれも面白かったですね。残念ながら今回はその最大の武器オルゴンナイトバスカーソードにはですねすることはできないんですけれども、いろいろ遊べるので楽しそうですね。この背中のオルゴンキャノンは可動式のようです。今回は特に塗装はですね一部だけスプレーでして、あとはトップコートを拭いて終わりにしようかなと思ってます。では早速作っていきます。はい、完成しました。組み立てるとこんな感じになります。こちらがラフトクランズ本体と黒シールとオルゴンソードライフル、それからソードライフルのこのエフェクトパーツ、そして交換用の手首が2つですね。手首に角度がついたものですね。こんな感じで持てる武器の手首、それから市販の、スタンドなんかに使えるジョイントですね。そしてこれが胸のオルゴンキャノンの展開バージョンを再現するための差し替えパーツ、そしてここら辺ですね、細々したのがこれがですねちっちゃいパーツと、このパーツが黒シールドの展開を再現するための差し替えパーツです。はい、ぐるっと見回すとこんな感じです。このシャープなエッジの効いた造形が印象的ですね。このラフトクランズアウルンですけれども、ガンダムダブルオーや他のスーパーロボット対戦のメカデザインでも有名なですね柳瀬隆之さんという方がデザインされたロボットになっています。今回組み立てながら驚いたことはですね、このキットに関してはですねシールが1枚もありませんでした。この顔の部分はですね白いとことか目の部分とかはですねすでに塗装されたパーツだったんですけれども、シールは1枚もなくとですね、機体の大体の色分けっていうのがほとんどされていて、この全体に散りばめられている黄色い部分、このパーツは全て別パーツになっていますし、さらにこのグレーの部分、
そしてこのちょっと色の濃い暗い感じの緑の部分、これも別パーツなんですね。組み上げるとこのように見事にですね、この曲線なんですけれども、このラインがぴったし合ってですね、とても組み立てながら気持ちいい感じがしました。今回僕はこのラフトクランズアウルンはこの部分、シルバーの部分ですね、これはもともと白いパーツだったんですけど、ここをシルバーに、そしてこの金色の部分、これはもともと黄色いパーツだったんですけれども、金色にゴールドに塗ってあります。あとはすべて艶消しのトップコートで仕上げてみました。顔の造形はこんな感じです。かなりシャープなトゲトゲしいかっこいい顔ですね。ヒロイックな顔です。先ほども言った通り、顔の部分は一部塗装済みのパーツがありました。額のこの白い部分、そしてマスクのこの白い部分、あとはですね、ちょっと見にくいですけれども、この目の部分の黒い、周りの黒い縁ですね、これが黒く塗装されていました。目の部分はここの胸のところのこの黄緑のですね、蛍光色の成形色のパーツだったんですけれども、僕はこれはですね、メタリックグリーンを上から塗装しています。この両側の左右に飛び出た羽のような造形がとてもヒロイックでかっこいいですね。頭部は首の部分が軸で回りますね。それから頭が、付け根がボールジョイントでぐりぐり動かせます。胸の部分はこんな感じですね。ここも本当にですね、細かいパーツ割りがされています。この蛍光の緑の部分は別パーツ、金色のこの部分も、そしてこの部分もですね、後でお見せしますが、ここはオルゴンキャノンという兵器が収納されている場所で、差し替えで展開することができるんですけれども、このパーツもですね、差し替えのために別パーツになっています。胴体の可動は腰の部分で軸可動で回転ができます。ここは360度回りますね。あとはこの胸から下、腰と間ですね、ここに引き出し式の関節がありますね。このように前屈できたり、のけぞらしたりすることができます。保持力は十分でですね、だれたりすることがなく、いろいろポージングに役立ちそうですね。腕はこんな感じの造形です。肩パーツが結構複雑な形ですね。こんな感じでいろいろ切れ目があったりします。両肩にはオルゴンキャノンが2つついていて、それぞれ左右ですね、このように稼働して発射形態を取らせることができます。肩周りの稼働は、まず肩の付け根がですね、ちょっと頭を外しましょう。この部分がブロックで若干ですけれども前後にスイングできます。そして縦方向に軸で回転ができて、肩アーマーは腕とは別に動かせます。腕は水平方向はこのぐらいですね。ちょっと肩パーツがこのように狭まってるので、中に動かすことはできないです。ここの部分でロール、肘も動かせますね。手首は軸で回転させることができます。腕の作りで感心したところはですね、この二の腕と肩を接続させる方法ですね。これ今のこの状態で引っ張っても抜くことはできないんですけれども、これを180度前後回転させて抜くと、ここが抜けるという仕組みですね。ここにですね、スリットがあって、こっちにはピンがあるんで、ここを合わせてはめてひっくり返すとロックがかかって抜けないというですね、これはすごくいいですね。大きな武器を持っているラフトクランズにはとてもいいですね、関節の接続方法だと思います。腰アーマーはこんな感じですね。ここが一番複雑な形でしょうか。結構ですね、隙間も空いた形状ですけれども、フロントアーマーは軸可動でこのように前方に出すことができて、さらにこの真ん中ぐらいの位置で軸可動で動かすことができます。サイドアーマーも軸可動で上げ下げできますし、リアアーマーも同様に動かすことができます。股関節は軸可動で前後、そして水平方向にも上げられ、股
ここでロールがあり、膝が二重関節ですね、動かせます。足首の可動は軸可動で、左右に触れたり前の方に倒したり、あとは角度ですね、左右の角度をつけたり、つま先を倒す動かしができます。これが一つ目の武器、オルゴンソードライフルです。この武器というかですね、このラフトクランズなどのですね、機体もそうなんですけれども、この世界では、動力源がですね、オルゴンというですね、木ですね、木、なんだろう、カメハメハとかのああいう木をですね、扱うオルゴンエクストラクターというものを動力源として使っています。そのオルゴンというですね、木のような物質を、エネルギーとしてですね、変換して、こういった機体を動かしたり、物質変換させることでライフルのエネルギー弾にしたりですね、それを物質、硬質化してですね、ソードの、エネルギーソードのような形状にして、戦うのがこのラフトクランズなどのですね、機体の特徴です。そして、このオルゴンソードライフルは、そのオルゴンのエネルギーをですね、銃弾として放つこともできますし、グリップをこのように変えればですね、ソードとして扱うこともできます。そして、そのソード形態の時のですね、エフェクトパーツとしてこちらですね、これをこのようにはめて、こんな感じでエネルギー硬質化させソードとして扱うこともできます。今回僕はここに補助パーツがあったんですけど、もうこっちの中に埋め込んで接着しちゃいました。こんな感じです。そしてですね、数あるこのラフトクランズの機体の中で、今回の指揮官機でもあるですね、ラフトクランズアウロンには特別な仕様があってですね、これをちょっと外して、ちょっと一部差し替えになるんですけれども、ここのパーツを外し、ここの部分を割って、ちょっと伸ばして、このように倒すことで、このように武器を変形させることができます。ちょっとここにですね、取っ手があるんですけど、これを出して両手で持つことで、この部分からですね、大量のオルゴンエネルギーを生成させですね、超巨大な刃、いわゆるスーパーロボット対戦の、グルンガスト3式とかですね、ダイゼンガーの3式斬艦刀のような感じでですね、超巨大な刃を生成し、相手を叩きるというですね、このラフトクランズアウルンのみのですね、使える武器もあります。今回はさすがにそのエフェクトパーツは巨大すぎてつかなかったですね。そしてもう一つの手持ち武器がこちら、クローシールドです。このクローは先端がこのように尖っているので、このまま相手を突き刺したりすることができます。ここがですね、カシャカシャ動くのでカシャンと突き刺したりすることができますし、あとは後でお見せしますけれども、この5つある爪のような部分がぐわっと開いてですね、相手を握りつぶしたり突き刺したりすることができます。さらにこのシールドの内部にはですね、この機体やですね、さっきのこのオルゴンソードライフルと同様にオルゴンエクストラクターという動力装置が入っているので、そのオルゴンのエネルギーを使った攻撃もできるそうです。このクローの部分を差し替えで変形させられるんですけれども、まずはこの部分、両側を外して、このパーツを取ります。そしてこの黒い部分を引っ張って外し、これだけ残してですね、あとはこっちのパーツに組み替えていくというような感じです。クローシールドの展開の再現は、この元々あった先端部分をバラバラにしてこっちのパーツに組み替えていくという方法です。そしてそれぞれクローは先端を外して、このように角度をつけた状態に組み替えています。両側の部分はこのようにただ角度を変えるだけでいいんですが、3つに関してはここを外して、さらに別パーツを間にかませて、そこにまたこれを刺すというような感じで
組み替えます。組み替えるとこんな感じになります。すごいですね。ぐわっと開いた感じで強力な爪が展開しました。めちゃくちゃかっこいいんですけど、ちょっとやっぱりですね、これはなんていうか、工程がまず多いですし、なくしそうなパーツがあったりですね、するので、ちょっとめんどくさいかなっていうのはあります。どうせなら、この、もうすでに展開した状態のバージョンとですね、閉じたバージョンをですね、それぞれも作れるようにしてもらって、ただ、その先端だけをはめ替えるっていう方にしてもらった方が遊びやすかったんじゃないかなと思います。結構それぞれ先端の部分もですね、接続の、保持力が強いってわけじゃないので、ちょっと、これはかっこいいんですけど、ちょっと、残念なところもあるかなと思いました。そして他の武器の紹介としては、さっき肩の時にも話しましたが、ここにオルゴンキャノンが2つついていますね。可動式のものとなっております。そしてこの胸の部分、ここを外して、このパーツ、上のパーツとこの下のパーツを外して、この真ん中のパーツは使わず、この差し替え用のパーツにはめ直して、ここにつけると胸のオルゴンキャノンを展開した状態を再現することができます。オルゴンキャノンを全部使うとこんな感じですね。大きさ比べをしてみましょう。今回のこのラフトクランズアウルンは大きさがだいたい17センチくらいです。13センチのロボット魂ガンダム、それから18センチくらいのメタルビルとアストレイレッドフレームです。ラフトクランズアウルンはガンプラでいうところのだいたい100分の1くらいの大きさになるかもしれませんね。大きさ比較はこんな感じでした。はい、それではいろいろ見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。2018年初プラモということで、今回はこちらを作ってみましたけれども、率直な感想ですね、もともと好きな機体だったからというのもあるんですけれども、プラモデルのキットとしてもですね、設定通りのようなですね、エッジの効いたスタイリッシュなデザインも再現できてますし、またですね、関節なんかもですね、複雑な組み立て方などもあって、でプラモデルとしてもとても楽しく組み上げることができました。今回僕はゴールドやシルバーの部分を自分でスプレーで塗装したんですけれども、もともとのキット自体が色分けがふんだんにされているので、塗装しなくてもですね、トップコートなどを拭くだけで雰囲気が出てですね、とても作りやすい、出来立てでもですね、かっこいい機体になるかと思います。そしてですね、ちょっと冒頭でちょっと寿屋のプラモに対して不安があるということでですね、いろいろ言ったんですけれども、今回ですね、作ってみて、もう何年も前のですね、当時の寿屋のスーパーロボット大戦のプラモデル、アルトアイゼンですとかグルンガスト3式作ったって言ったんですけれども、そういったですね、もちろん見た目はですね、かっこよくて
シャープでエッジの効いた作りにはなってたんですけれども、今回それに加えて関節やですね保持力っていうのも強くなっていて、改めてすごく進化しているなと思いました。特に今回のこのラフトクランズアウルンというのは、それぞれ左右に大きな剣や盾や持っているというですね機体になるんですけれども、それもですね十分に保持できる関節やですね手首のパーツになっていたので、今回組み上げてですねいろいろ自分で遊んでいるうちでもですね不安なくいろいろ遊びながら撮影することができました。ただまあシールドの部分ですね、差し替えで、黒部分が展開できるというところはあったんですけれども、これはですねまあ動画の中でも言った通り、いちいちですね結構組み替えるのに時間がかかったり、小さなパーツが結構いくつかあったりするので、ちょっとそこはやってて煩わしいかなっていうのは感じましたが、まあ再現率はすごく高くてですね、黒の展開はかっこよかったので、総じて僕的には満足しています。めちゃくちゃかっこよかったラフトクランズが手に入れることができました。はい、それでは今日ご紹介いたしましたのは、ことぶき屋より発売のプラモデルスーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションよりラフトクランズアウルンでした。今回のラフトクランズアウルンというのはアルバンランクスという、まあ、キャラクターのですね専用機だったんですけれども、今後ですね、これの別のバリエーションですね、ラフトクランズの別のバリエーション、別のキャラクターの専用機、カラーリング変更されて、仕様もですねちょっと変わったものがまた発売になるみたいですので、今回の動画見てですね、気に入った方は試してみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想がある方はぜひコメント欄の方にご記入ください。皆さんの感想などお待ちしております。はい、それでは、2018年の一番最初の投稿となりましたが、皆さんご視聴ありがとうございました。この1年もですね楽しく自分なりにですねマイペースにいろんな、プラモやおもちゃご紹介していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。また次回もですねぜひご覧ください。それではクローでした。さようなら、バイバーイ。